アナス・フォーラスムセンは、デンマークの政治家。2001年から2009年4月5日までデンマークの首相、2009年4月から2014年10月まで、第21代ナトー事務総長を務めた。オーフス大学卒業。保守リベラル政党である、自由党所属。公約は、新自由主義に基づく規制緩和路線であるが、実際は、リベラル路線で、 同性結婚も容認している。デンマーク史上、極めて有能な政治家と、デンマーク国民からの評価は高く、国内外から多数の勲章が授与されている。多くの著書があり、3人の子供がいる。ラスムセンは1953年にユトランドで生まれた。ラスムセンは若い時から活発に政治活動を行い、常に多数派を歩んできた。 1978年にホルケティング初当選した。ポル・シュルーター政権のも九1987年から1990年まで、税務大臣を1990年により、税務経済大臣を務めた。1992年に、ラスムセンは議会へ不正確で不十分な報告を行ったとして、法廷で取り調べを受けた。ラスムセン自身は否認したものの不信任案の提出を、 受け、大臣を辞職した。1998年、ベンスタ党首に選出される。2001年の総選挙で、当時の首相ポール・ニューロップ、ラスムセン党首率いる与党社会民主党を破り、首相に就任した。この選挙は1920年以来議会で第一党を維持していた、社会民主党がその座を転落するという、デンマーク政治史上重大な転換点となった。 イゴラスムセンは保守党とデンマーク国民党との連立政権を維持し、2005年2月の選挙において大苦戦しながらも辛くも過半数を守り切った。2007年11月の選挙にも勝利し、2009年4月まで連続3期の政権を担当していた。ラスムセンの政治路線はそれまでのデンマーク政府のそれと比べて大きく右派よりであり小さな政府を施行して、 規制緩和と民営化を進めるという公約を掲げていたが実際の政権運営は福祉国家に強く関係している。またデンマークへの移民を制限する法律も制定したが国際的に見るとこの法律ですら相当以上に移民に寛容な内容である。ラスムセンはまた2002年の7月から12月まで欧州連合の議長を務め EU 中心主義及びエレマンイエンセンドクトリの 指示を表明したアメリカとの関係では2003年のイラク戦争終了後イラク復興支援のため兵士を派遣。またアフガニスタンでの治安維持に協力するため国際治安支援部隊に750人の兵士を派遣している。2009年4月4日フランスストラスブールでの NATO 首脳会議で NATO 事務総長に選出されたため翌5日にマルグレーテ女王に 首相の辞職を報告した。公認に首相には同じく自由党出身副党首を務めるラース・ロッケ・ラスムセン財務大臣が就任した。議長席に就く、ラスムセン2009年4月4日のト党首脳会議で加盟28カ国の指示を受けて事務総長に選出された。翌日、マルグレーテ女王に首相の辞職を報告、了承された。ありがとうございます。